時間があるんでじゃあもう一回 NHK をぶっ壊す埼玉の皆さん NHK をぶっ壊すはいということでね、えー、お聞きいただいた政見放送をしていたエネ国佐藤恵理石エビビラさんですね肌色前回グラビアデビューということでね、えー、なんと かようまりのさんに続いて佐藤エリーさんが、えー、週刊現代ですね、の、えー、と、グラビアデビューをしました。えー、と、さすがに映せないので、えー、と、<laughs> 見ながら話をしていくと、えー、私服ですかね、あのー、G カップのボディを、その、私服ですごくあのー、胸が強調されて大きいよっていうのがわかる写真が一枚。 これが、えー、と公園かなんかで撮ったのかな木が見えてますね。で、えっ、ー、と、黒い、これは水着かなの写真が2枚と、あ、下着なのかなで、えっ、ー、と、服を裸させて、下着なのか水着なのかを、と大きい胸をさらしているのが1枚。で、えー、赤い、なんかシースルーの服を着ていて、なんとか、 乳首とか、見えてはいけないものが隠れているのが一枚。で、まあ、シーツで胸を隠しているのが見開きで一枚と、もうほぼ肌色。もう肌色全開っていう。これ、キャミソールかなんかなのかなを着て胸を隠している。もうあの、髪の毛と目と口以外全部肌色っていう。もう超エロい。これ多分、海辺か川辺かなんかに、 座ってる写真ですねが1枚で、えー、胸のアップでなんかちょっと多分キャミソールかなんかが入ってるのかなちょっとわかんないですけども何かつけてるような気も線でもない線が見えているような気もするんですけどほぼ裸で胸を隠したのが1枚と、えー、白い服を着ている白い服っていうかなんだろうこれなんかちょっとセクシーな白いエプロンかななんかを えー、やってるのが1枚で以上ですね。グラビア界をぶっ壊す佐藤エリーっていう風に書かれている感じですね。だからこれ全部で何枚だえー、1、2、3、4、5、6、7、8枚ですね。合計8枚のグラビアです。うん。だからすごいエロいです。はい。ということでね、えー、まあ、かなり ただ色全開なので、ぜひ、あの、興味がある方はね、えー、周回現代、今日は販売かな多分コンビニとかでも並んでると思いますので、えー、ぜひ、え、購入してみてください。えっ、ー、と、ちなみに、あの、ドコモの D マガジンでもありました。僕、それを見てました。ちゃんと、あの、なんだ、えっ、ー、と、折り込みじゃなくて、袋閉じかになってるみたいですけれども、えー、D マガジンの方ではちゃんと見れます。 ただ、あの、立ち読みだと見れないので、買うしかないんですけれども。まあ、これを機会にね、D マガジン購入してみるのもいいんじゃないですかね。かなりね、あの、いろんな、たまに見れない記事とかあるんですけども、まあ、N 国関連の記事は大体見れるので、まあ、あの、登録してみてもいいんじゃないでしょうか。まあ、あの、僕これ宣伝してもね、一銭のお金もならないんですけどね。はい。<laughs> まあ、まあ、いいや。<laughs> うん。まあ、そんな感じですけれども、うん。まあ、ググれば D マガジンでググるなり、 アプリ検索とかでもね、出てくるんでね。えー、ぜひ、すごく便利です。僕使ってますけど、便利です。はい。えーと、で、えー、まあ、肌色全開グラビアデビューということでデビューしたんですけども、この時期ってすごく大切ですよね。ちょっとあの、何にグラビアなんか撮ってって思う人もいるかもしれないですけれども、埼玉で立候補していた人が埼玉の補選中にこうやってグラビアを出すことで、やっぱり話題になるので、うん、立花さんの援護射撃にはなるのかなっていうところですよね。 はい。まあ、これで売り上げがバーンとか伸びたりとかするとね、すごいですよねっていう感じです。えっ、ー、と、確か表紙にもね、ちょっと待って、表紙見ますね。表紙にも N 国って書いてあったと思うんですよね。えっ、ー、と、表紙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 。表紙。ありますね。一番上に、スクープ袋閉じ2019年参院選。 埼玉選挙区候補者佐藤恵里、政見放送で技の N 国美女が脱いじゃったっていう、す、すごいですよね、これ、うん。かなりの、うん、援護射撃になるんじゃないかな、と思います。ということでね、えー、よろしければね、えーうん、えっ、ー、と、うん。 グラピアの宣伝をもう一回しそうになった、うんえー。よろしければ、ね、チャンネル登録していってください。フリーライターのいつか笑って過ごせるひまるで,でした。